はい、どうも、こんにちは、ヒズラです。今日も元気になっていきましょう。今回の動画の見どころ、あの圧倒的トップ株また最高益更新で増配。こういう内容になっております。動画の内容が少しでも参考になりましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。また、当チャンネルメンバーシップやっております。タイトル下もしくは概要欄の方から、ぜひご加入ください。メンバーシップのスポンサープライン1名の方、ご加入いただいております。いつもありがとうございます。概要欄の方には無料のレポートもありますので、そちらの方もチェックしてみてください。では、早速喋っていきましょう。まずは、本日の日経金株価ですね。今日の日経 平均ドーンと上がってプラス円こういった結果になっていました状況としては日銀のマイナス金利解除の思惑これを織り込んだという意見が出ていまして円安そして期間のアルゴ売買こういったものが援護する形で先週から一点大幅高になっていましたいよいよ明日日銀の会合結果出てきますけれども果たして報道通りの内容になってくるのかどうかそして内容を受けて指数は高値を突破してくるのかどうか注目していきましょうトピックスの方もこのように大幅高になっていました グロースの方も大予選を引いていました今週のイベントの流れこんな形になっております明日は日銀の会合水曜日国内休場ですがアメリカの方では FOMC が控えています火水木あたりで日米の株が動いてくる可能性ありますので注目していきましょう投落列車としましては25日の設定値で114.24値上がり銘柄数が多く1268出来高はやや少なかったんでショートカバーの見方も出ていました本日売率は低 ククッまあこの試合なんでね、売ってくる人は少なかったのかもしれません。投資自体別の売買状況、こちらの方は変わっておりません。最後に、大手の暗号資産状況。こちらはリスクオンの流れでした。では続いて、セクター別の状況に移っていきましょう。今日のランキングはこんな顔ぶれで、トップが不動産。これはやっぱり意外ですよね。ついで機械、証券、パルプ紙、ゴム、電気機器、輸送用機器、その他金融、サービス、海運。値下がりがワースト、電気ガス、ほぼ一人負けという状 ついで石油石炭工業倉庫繊維水産農林空運建設鉄鋼陸運まあ値下がりであっても工業以下は全てプラスなんで全体状況非常に良かったようですね個別を見ていきますと清戸上位トップがファストリー、東京エレクアドバンテストソフトバンクグループレーザーテック新越科学中外製薬テルモリクルートコナミ清戸海がワースト東京電力三菱倉庫札幌中部電力住友ファーマー京セラ明治ホールディングス こんな順番になっていました今日は心配されていた半導体関連株こちらが息を吹き返していまして指数をしっかり支えてくれましたちなみにファストリー東京レクアドバンテストで300円ほど押し上げています続いて個別の指数を見ていきましょう1ページ目の方では石油石炭のみマイナスその他は幅広く上がっていましてディフェンシブの食料品医薬品も大要線景気敏感系の化学ガラスなんかも高値更新手前になっていました2ページ目の 方でではは電電気気ののみ大大陰線線その他すててて上がっいいまましした秘鉄は高値を突破半導体の電気も大で切り返しています3ページ目の方では全てのセクターがプラス金融関連も上がっていましたし不動産なんかもね日銀のマイナス金利解除の思惑これがあるにもかかわらず高値更新が続いています続いて注目株見ていきましょう今日の注目株はこちらですね1銘柄目増配した特装車メーカー具体的な銘柄名は極東開発工業 輸送用機器セクター時価総額1070億円の銘柄で、現在 PL が34倍、PBR は0.9倍になっています。事業内容は特装車総合主位、特にコンクリポンプ車、タンクローリー、トレーラー等、こういったもので国内採用となっています。今回は情報修正プラス増配ですね。国内外ともに受注が好調ということで配当金が引き上げられております。値動きはこんな形で、本日高値を更新、その後上髭引いていますが、増配が交換されていました。 利足はこんな形で一応長期的には上昇水移が継続業績の水移の方は売り上げ伸びていますが利益面この数年間は落ち込んでいました一方配当金はじわりじわり増えていて今回の増配によって利回りは 3.27%3% を超えてきています続いて2銘柄目いきましょう2銘柄目が株主提案を受領した株具体的な銘柄名は島村小売セクターの時価総額6373億円の銘柄で現在 PL が16 PBR は1.3倍ですね皆さんご存知の島村なんですが今回はマネックス・アクティビスト・マザー・ファンドより剰余金の配当方針に関する株主提案を受領するというふうに開示を行いました現状島村の業績こんなふうになっていましてまあコロナショック以降 V 字回復を達成しているんですね加えて財務状況非常に健全で年々自己資本総資産は増えていくばかりですおそらくマネックス・アクティビスト・マザー・ファンドの方からもこういった状況を受け還元 提案されれてていいるののでししししょょうう現状配配当成功の方もももも25%程度とと増配の力ありまますし確かかにもうちょっと還元しても良いかもしれませんね値動きはこんな形になっていまして直近でもじわじわ上昇今回解場系高値も突破していました付足はこんな形でコロナショック以降業績の回復とともに高値更新も見られていますこの推移を見ると株価としてはね業績に応じてしっかり評価されているそんな風にも言えるかもしれませんでアクティビストの提案について なんですけれどもこちらは年々増加していっているというふうに言われているんですねまたこういった提案の成功率はアメリカでも2割ほどというふうに言われていて正直あまり高くはありませんただ提案の思惑が出る時点で今回のように株価は上がりやすくなりますしまあさっきも言いましたが島村に関してはもっと還元していっても良いとは思います今後の提案内容そして島村の検討結果どういうふうになってくるのか注目していきましょうでは続いて3銘柄目ですね3銘柄目が増配した 中堅証券会社具体的な銘柄名は三証券。証券セクターの時価総額674億円の銘柄で、現在 PBR は1.37倍。事業内容は独立系の中堅証券会社で、先週の金曜日、未定としていた期末配当の予想、こちらが35円というふうになっています。年間配当は60円で、前期48円と比べると割と増えていますよね。値動きはこんな形になっていまして、直近でもじわじわ株価上がっていました。今回の増配を受け、 また高値を更新付け足もこのように2015年のピークにだいぶ近づいています業績の推移としましてはこんな風になっていてまあ利益面ねだいぶ落ち込んでいましたが24年は慈愛の回復とともに利益が膨らむ見通しになっています今回の内容が参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録メンバーシップ加入よろしくお願いしますでは続いて個別の式を見ていきましょうまずは金融関連株ですね本日メガバンクメガソンポそしてリースの大手 すべて上がっていました明日は日銀の会合がありますが金融関連株どういうふうに動いてくるのか非常に注目しております円安関連の方でも本日9名柄らプラスでホンダは高値を更新弱かったヤマハ発動機ブリヂストンなんかもじわじわ上がってきていますそして電力会社関連こちらは本日一人負けのセクターになっていまして特には東京電力自民党の新潟県連政調会長の発言によって株価が落ち込んでいたようです一方原発関連の方 方ではのバルブ高田工業所この辺ががじじわじわ上がってきてきいま火鉄に関しましては金銀銅価格が上がってきていまして関連して住友金属など株価上がってきています金属や鉄鋼セクターの方でも上がってきている銘柄多くまた食料品の大手銘柄に関しましてもじわじわいろんな銘柄が上がってきていますまあ相変わらず日例なんかは強いですよね医薬品の大手の方でも本日6銘柄プラスエーザイは2 5日0を超え ててきていますね氷百貨店に関しましても上がってきている銘柄多く百貨店の方では三越伊勢丹 j フロント h 2 o なんかが強い感じします高島屋も強いですかね空運と陸運に関しましては JR 東海こちらが高値更新続いています空運の方でも JAL がじわじわ上がってきていますまた化学に関しましても三菱ケミ高値更新の頻度が増えてきました建設および不動産セクターの方でも不動産の大手銘柄高値更新が増えてきて いますね、建設の方では還元強化を行っている大林組じわりじわり上がってきています商社の6銘柄の方でも本日6銘柄ともプラス三菱商事はまた高値を更新しましたそして半導体の製造装置関連こちらに関しましても9銘柄プラス下がってきていたレーザーテックなど大予選を引いていましたガラスに関しましてもじわじわ上がってきていて特には AGC 買い戻しが進んでいます電子部品及び精密セクターの方でも9銘柄プラス プラスででで弱かった太陽有電これで大陽が2連続ですね最後にその他の主要銘柄こちらも9銘柄プラスでソニーグループじわりじわり上がってきていますでは最後に注目ニュースを見て終わりましょう本日の注目ニュースはこちらですね大増配したぶっちぎり業界トップこういう内容で喋っていきますでその具体的な銘柄名がこちらの太平洋工業輸送用機器セクター時価総額895億円の銘柄で現在 PR が7.4倍 PBR を 0.55倍と表面と面しては割安感がありますね事業内容はタイヤバルブバルブコアの世界トップ級そういった会社になっていましてなんとタイヤバルブバルブコアでは国内100%のシェア独占的かつ世界で考えても50%超えと高いシェアを誇っていますもちろんカーエアコンバルブホイールキャップの方でも高いシェアを誇り国内トップ2020年にはグローバルニチトップの企業100選にも選定されました主な取引先はトヨタ自動車で 独自開発の2層式オイルパントヨタのオイルパンの全量を生産していますそんな太平洋工業なんですが今回特別利益の計上有価証券売却益を計上ということで増配を発表しましたでは直近の決算資料を含め状況を簡単に振り返っていきましょう2月の決算資料によりますと第3クォーターの累計増収増益になっていました要因としてはやっぱり自動車生産の回復販売物量の増加こういったものが挙げられていますもちろん 円安も起用していまして3クォーター累計で考えると過去最高益販売物量や原価の改善大きく効いていました地域別で見ていきますと欧米が回復してきていてこういった背景を受け通気計画の方も情報修正過去最高益を更新していましたこのように数字面としては非常に順調に推移しているんですけれどもこれと並行して進めているのが政策保有株式の縮減ですね目安としては純資産に対して20%以下このように述べています して順次売却を推進これが今回の増配にもつながっております今回の売却益は150億円こういった概算額になっていまして増配幅としましては30円直近予想44円に対して77円なんでまあ結構な増配幅ですよね値動きはこんな形で増配を受け一時高値を更新付け足はこんな形でピークの2世の締めここまではまだもう少し上値があります今回の増配を受け利回りは4.96%これも結構魅力的です はありますし業績のの方もこのようにに非常に優秀ですね売上か益配当金すててて綺麗にじわじわわ上がってきています配当成功も高すぎない水準でいいですし財務の方もね自己資本と総資産どちらも上がってきていますまたこれに加えて政策保有株式の縮減還元の強化を行っていますでどうしてね太平洋工業が好調な業績になっているのかやはりこれを考えた時には国内外で高いシェアを誇っていることこれが要因として 上げられると思いますタイヤ以外にもいろんな分野で高いシェアを誇っていて特に目立っているのは国内シェア100%ですよねタイヤバルブカーン向けのリリーフバルブほぼ独占的と言ってもいいようなそういったシェアになっております2018年には長年のライバルであった海外のバルブ会社こちらも買収していてこういった経緯もあり国内で独占的かつ世界でも半分を超えるような高いシェアを誇ることになりましたシェアが高いということは価格の決定力も強いということではありますので 個人的には魅力が大きいなと思っていて景気に敏感な分野ではありますが実績も申し分なく氷回りかつ低 PBR こういった点も良い点ではないでしょうか最後になりましたがいつも高評価くださってる方ありがとうございますモチベーションにつながっておりますんで今後ともぜひポチッとよろしくお願いしますまたチャンネル登録がまだあった方はそちらの方もこの機会にぜひよろしくお願いしますというわけで今回の動画は以上になるんですが最後に一つご紹介させてください今回は米国有料後配当株に関する無料レポートについて でこちらの「ディビレンドヒーローは配当特価で NISA でも買える米国株5銘柄に関してまとめた内容になっていますどの銘柄も全て20年以上前から配当金を出し続けている老舗企業を取り上げていて例えば EV の心臓ともいえる配当利回り7%超えの大手鉱山株年4回の通常配当に加えてプラスアルファで特別配当を出す大手デザイン企業その他にもバフェットが新たに保有した世界的メーカーの連続増配株や配当利回り10%超えの エネルギー関連株などなかなか投資家心くすぐるようなそんな銘柄がまとめられておりました2万円あれば5銘柄全てに投資できるっていうところもビギナーさんにとって嬉しい内容になっておりますんで興味がある方は公開終了となる前に概要欄のリンクの方から無料でゲットしてみてください